はい、ありがとうございます。いいや、まあ、明日から、まあ、オリンピックも始まる。お、英語でもいいですか？あ、ちょっと日本語がいいです。応援しますか？したい気持ち、なんか選手自体は応援したいけども、オリンピックの開催であったりとか、オリンピックをやるっていう事態に関しては 100% 応援はできない気持ちがちょっとあるかなって思っちゃうし、なんか全部が中途半端になっちゃってるのがすごく私は嫌です。そう、なんか、なんていうの、見てるのはもうみんな入れないですよね。なんかもう応援ちゃんとできないですよね。そのわーとかもできないよね。だからちょっと残念なんですけど。でも見てます。なんかその興味がありますか、そのテレビとかで。なんか前のね、前のなんだろう、4年前のオリンピックとかはテレビとかすごい見て、リオとか、そう、めちゃくちゃ盛り上がってたけど、今はあ、もうオリンピックなんだっていうくらいの関心度、なんかオリンピックやるのねみたいな気持ちくらいだから、すごい、なんか東京でやるって決まった時は私はめちゃくちゃテンション上がってたけど、なんか何らかの形で関わりたいとか思ったけど、今はもうなんか、ずっと1年の中で、もうハプニング、ノーハプニング、ハプニング、ノーハプニング、そのなんかずっとあったですよね。それももうずっと落ちて下がって、はちょっと今は、あーってなる。なる。なんか、まあ、あー、オッケーって。なんか最初のなんか競技場を作る時のお話も、なんかどうなるんだみたいな感じだったし、今の開会式のお話でも、なんかその今までの過去の経歴がどうだとかで降ろされたり、あれとかで、今、その段階になっちゃうんだっていう、あの気持ちあったりはするかな。わかります。でも、まあ、それは、まあ、残念ですが、うん、オリンピックの中で Which one do you think、 なんか日本人は一番強いはどちらですか？何のスポーツですか？どう思いますか？体操と、うん、あとは強い、まあ、柔道とかは強い。やっぱりみんな柔道って。やっぱりそうね、日本のトラジナスポーツだから。じゃあ空手は？空手もそうね、空手も強いっていうのは聞きますよね。そこら辺の武術系は強いなと思うけど、どちらスポーツは興味がありますか？私がもともと陸上部、トラックアンドフィールドやってたので。あ、やってたの？やってたので、そこはやっぱり興味があるし、あと個人的にバレーボールが好きだったりするから、そこら辺はすごい興味があります。じゃあちょっとポーランド、ちょっと聞きたいんですけど、ポーランドはどこでわかりますか？ポーランドの私ちょっと地理が疎くて、ちょっとポーランドがどこだったかなっていう感じだけど、お名前はちゃんとわかります。okay. ごめんなさいね。いや、全然。でも、なんていうの、大食？レアゲスコンティネント？大陸？あ、大陸。大陸わかりますか？大陸はわかる。うん？どこ？待ってね、これすごいバカなのこれ。大丈夫そう？え、待って、ポーランドでしょ？そう。え、待って、ちょっと怖いな、これ。え、ユーラシア大陸じゃない？大陸じゃ、ユーラシア大陸ですよね。大陸で言ったらあっちのね、あっちよね。そうそう、ヨーロッパ、ヨーロッパよね。それはわかるわよ。ちょっと不安になって、大陸で聞かれるから引っ掛け問題かと思う。うん、じゃあ、ポーランドの有名な人とかわかりますか？それはちょっとごめんなさい。言われ…食べ物とか？食べ物とか？わかんないかも。ね、面白い方なんですけど、どうしてわか…まあちょっとわかるけど、日本人みんな、ポーランドの有名な曲は知ってるけど、それはポーランドの曲でみんなわからない。そういうの多いよね。あるです。多いよね。うん、その曲は、なんなな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 、ポーランドの。それはポーランドの、ポーランドの出てきた曲。ごめんなさい、知らずに。多分、日本の、なんか、テレビ広告で出てきたから。うん、流れる。うん、あと、日本人は、オリンピックだけじゃなくて、応援するときはどんな歌とかしますか？歌？とか何をしますか？そうね、もうなんかサッカーの応援とか見てるのが一番分かりやすいかなとは思うかな。そのときはどんな応援？なんかでも、日本の国の中の大会だったら、そのチームによって歌とかあるから、そういう歌を歌ったりとか、こう私が高校生の時とかは野球の応援とか全校でしてたけど、こうなんかみんなでウェーブみたいなのやったりとか、こうなんか
あのちょっと振り付けしてやったりとかもしてました。じゃあなんか歌とかないんですか？決まった歌は私ちょっとわからないかも。あんまりスポーツ観戦とかに行かない人間なので、そうね。OK、わかりました。ありがとうございます。いいです。いいね、頑張って。